格岡林は台湾の台南市出身のプロ野球選手。高校時代から野球を始め台湾体育学院進学後の2010年にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。台湾の野球選手としてヤンキースと契約するのは2000年の王県民以来。2010年はルーキー級ガルフコーストリーグヤンキースでプレー。2011年もルーキー級ガルフコーストリーグでプレー。 本職の三類のほか、リフトや一類種も経験。オフの10月に開催された第39回アイブーフ、ワールドカップのチャイニーズ台北代表に選出された。2012年は、A、A-9 スタテンアイランドヤンキースに昇格。38試合に出場し、0本類打12打点0盗塁、打率、250の成績だった。2013年から外野手登録に変更。 A 級チャールストンリバードックスに昇格。A 級タンパヤンキースでもプレーした。オフの11月に台湾で行われた2013ベースボールチャレンジ日本ベースチャイニーズ台北へのチャイニーズ台北代表に選出された。しかし12月18日に解雇された。2014年は台湾に帰国しアマチュア野球ポップコーンリーグの全球人久し国軍隊に 加入した。2015年に CPBL のドラフト会議で統一ライオンズから7位指名を受け入団した。2017年オフの10月11日に2017アジアプロ野球チャンピオンシップチャイニーズ台北代表に選出された。2020年6月に飲酒運転を行い罰金3万台湾円2試合の出場停止を罰せられた。9月5日の中心兄弟戦では CBBL 新記録となる1試合3支球を受けた。最終的には77試合に出場し、打率292、16本塁打、63打点でシーズンを終えた。一方、台湾シリーズでは打率、111と苦しんだ。2021年7月29日に2軍へ降格した。8月8日に1軍最昇格を果たすも、6試合で打率。 200に止まり、同月16日に再二軍に降格した。ありがとうございます。